はい、おしゃれ日記続きからやっていきたいと思います。おしゃれポイント90ですね。今回で100いけそうですね。何この格好、この格好にしたっけ私前回。はい、ではですね、7月第3週ですね。第3週ってことはよ、そろそろ夏休みが近づいてこない？どう？あら、よなんで最初あの前に点々ついてんだろうね。嫌なのかな、あーって感じだもんね、これ。あーっていう。お前今度の日曜日暇じゃねえか？暇です。とても暇です、うん。いいですよ。オッケー。じゃあ今度の日曜日も駅で待ち合わせな。昨日駅なのよね。迎えには来てくれないのよね。どうした？うん。なんかストレートすぎるのよね。デートしようよって言われても。やっぱほら、デートってなるとちょっと、ごめんなさい。申し訳なくなってきたな、だんだんね。本当に。誰かいないかな？他にメンズいないのかな？今日誘ってくるのってアイドル系のことだよね。え、この子も無視すると次がメガネちゃんが来るんだよね。前回メガネちゃん行ったからな、どうしよっかな。うん、じゃあ今回ちょっとこの子と行ってみるかね。まだ2回目だもんね。はい、遊びに行きましょうよ。そうね。はあ、約束しちゃった。どうしよう。やっぱりあの子可愛いわね。それをね、なんかボソッと言うのがちょっとゆうたちゃんのやばそうに見えるからやめなさい、本当。いよいよ本番だね。怖。これが最後の舞台だ。頑張ってくれよ。はい。ここまで結構頑張って部活出たからできるんじゃない？私なんだか今日はうまくできそうな予感がするんです。よし、その池だ。君ならできるよ。それじゃあ用意してくれ。そして舞台も無事終わって。やった、大成功ですよ。お疲れ様。これも君のおかげだよ。銀次のシナリオが良かったからだよ。うん。僕は天才。自分で自分のことそんな天才という人初めて見たかもしれない。調子に乗りすぎ。もう部活行かなくていいんじゃないのこれ。クラブね。アルバイト中のハプニング起きませんね。だったらもっとバイト入れたいよね。正直ね。クラブの日ね。え、練習頑張る必要ある？だって終わったんじゃないの？違うの？不思議だわ。やっぱ髪型変えようかな。ちょっとやっぱなんか変な気がしてきた。この2、3回分のパートはこの髪型だったと思うんだけどね。俊介くんって約束してる日よ。はーい。俊介でしょ？俊介だからどうしよっかな。キャミワンピースはね、個人的に、ちょっと明日着たいなと思う。ちょっと今日なんかちょっとフェミニーな感じで行きましょう。はい。ただのサンダル。麦わら帽子。え、だいぶフェミニンじゃない？いいと思う。で、口
口紅はやっぱちょっとレッドはダメですね。ワインレッドもダメ。グリーンはなあ、パープルはそう、なんかパープル系アイテムを手に入れたんだよね、確か前回ね。ちょっとパープル縛りしちゃおうかな。服装と合ってなさすぎて笑えるよね。まあでも攻めの姿勢ですよ。やっぱこう、彼芸能界にいるわけですからね。これぐらいやっぱ奇抜なね、人の方がいいんじゃない？もう奇抜すぎて目立つけどね。あ、紫色の髪の毛ってないんだ。そっか。え、じゃあブルー。じゃあブルーってどういう、ね。マニキュアつけちゃおう。ピンク、グリーン、パープル。まあ、これでいいかな。うん。よし。やばすぎる。めっちゃやばいやつ。まあでもいいでしょう。なんか彼さ、小学生みたいな服着てるよね。おはよう。ごめんね、待った。いや、僕も今来たところですから。それじゃあ行きましょうか。どこへ行くの？いや、僕おすすめのケーキバイキングのお店に行きませんか？この間も、この間カフェか。ケーキバイキング。いいわね。行きましょうか。いいよね。まあ、あんま食べれないけど。どれも美味しそうなケーキばかりね。どれにしようか迷っちゃうわ。先輩。一度に取らなくても後で取りに来ればめんどくさいのよ。わかるな。なんか私もいっぱい取ってから座っちゃう。立ち上がるのめんどくさい。そうね。じゃあ今はこれだけにしておきましょうか。もうダメ。もう食べらんない。もうしまいですか？じゃあ僕もこれで最後にしようかな。まだ食べるの？これだけ？結構楽しかったわよ。いや、なんだろう、あのね、確かにケーキってね、思ってるより食べれないんだよね。頑張って、もうワンホールとかもきつくなったもんな。なんか若い頃は全然ワンホールいけたんだけど、もう今はもう絶対に無理だね。都会町の方の、都会町ってもう買ったっけ全部。あ、どうだったっけ。そこに1000円のアイテムがあるのは知ってんのよ。1000円のは買えないけど、この辺って言ったっけ。違うよ、あなたと喋りたいわけじゃないんです。喫茶店って言い方を多分ね、この子学生かな。喫茶店って言い方しなくない、するのかな。でも私は喫茶店って言い方をしてたな、子供の頃。何か売っててくれ。え？うわ、めっちゃある。うわ、たっけー。もうここ二つ買ったら終わりよ。はい。はい。100いったかな？いってない？いってなかったらちょっと泣けるんだけど。困っちゃったな。ちょっと確認してみようか。ステータス。あ、全然だよ。そりゃそうだよね。冷静に考えたらそりゃそうだよ。2個しか買ってないんだもん。あ、終わった。今回じゃいけないです。ごめんなさい。化粧品。全部買った？どうだっけ。キャミワンピースに、セクシーヒールに、もう攻め攻めでいくわよ、私は。帽子なんかもう最悪なくてもいいけどね。分かった、うさみ見る。なんかさ、やばくない？そういう、なんていうの、そういう趣味の人みたいだよね。あ、青柳さんがね。青柳さんがそういう趣味で彼女にそういう服装させているみたいな
まあなんかそういうちょっと誤解をね招くかもしれませんけど、レッドでしょ、基本的に顔は赤い方が好きでしょどんなイメージっていうね。ヘアカラーも赤はちょっとやりすぎかな。いいでしょう。あ、押せない、ネイルアート持ってなかった、私死んだ。よよ、おはようございます。おっす、やっぱ髪レッドにすればいいのよ、とりあえずね。ありがとうございます。今日お前にも俺の歌を聞かせてやろうと思って、あら、俺の歌を聴けと。ちゃんとギターも用意してきたぜ、楽しみです。突っ込んだ方がいいのかしら、それともここは突っ込まずに冷静に見ていた方がいいのかな。だってラララーだよえ、ラララの次ルルル、ちょっと好感度下がるよ私の中の。大丈夫、すごい、青柳さんまるでプロのミュージシャンみたいですよ。プロの基準低くないラテン音楽やってるわけじゃないんだぜ。それじゃ次は俺の最新の歌を聞かせてやるよ。まあ、ラララルルルね、うん、いい歌ですね。落ち込んだ時でも元気が出てくるような、まさかの応援ソングなの。素敵な歌だと。誰よあんた、もしかしてテレビとか出てる人ですか。いつの間にかすごいたくさんの人が集まってきてますよ。次お前も一緒に歌う、ゆうたちゃん歌歌えるかしら。そんな私無理ですよ。大丈夫だって、この歌ならお前も知ってるだろ。それから二人のミニライブは続き、ラララルルルミニライブね。前の歌なかなか良かったぜ。そうですか、少し恥ずかしかったですけど、やるだけ歌えれば大したものだぜ。お前と一緒ならメジャーデビュー。え、これは二人で音楽活動をするという流れですか。しましょう。まあなかなかね、やっぱ男女デュオっていうのはね、ちょっと少ない気もするから、結構ね、あ、なんじゃない？狙い目じゃない？ちょっと待ってよ。この少ない少ない私の手持ち金でね、買えそうなものが売ってるところをちょっと、チラチラ見ていくしかないんだけど。うわ、待って、やっぱ化粧品全部回ってるか。うわ、終わったな。どうしようかな。コンビニ行ってもね、あれ、何、どうしたの？ゆうたさん、この時間にどこかお出かけだったんですか？ちょっと知り合いの方、なんか、なになに、怪しい怪しい。もしかして彼氏ですか？そんなんじゃ、まず怒るのよ。私なんか悪いこと、いや別によ。ほら、上がってるもん、好感度。大丈夫大丈夫。終わった。返されたんだけど、強制的に。ちょっと今の会話何だったのよこの人に声かけたらちょっと困るけどね。93ポイントですね。はい、ということでですね、今回結構ちょっと私的には面白かったですね。やっぱあのラララルルルというね、信じられない歌唱を聞けたので、どうなんだろう、次回あたり大きいイベント欲しいですよね。そろそろ夏休みとかないのかな。まあまあまあ、次回楽しみということで。では今回はですね、この辺で一旦終わりたいと思います。バイバイ。